こんにちは、レザークラフトフールです。今日はですね、お店の改装をしていきたいと思います。こちらですね、まあ、作業場の、まあ、一角になるんですけれども、今日が、2021年の6月になりました。 YouTube 始めてね、もう1年になるんですよね。もう本当あっという間の1年だったんですけれども、お店をですね、この今の店舗に移転して、今丸6年、7年目に入っています。で、移転当初にですね、本当はやりたかったことがあるんですよね。まあ、っていうのも、本当はですね、このお店のこのスペースにですね、薪ストーブを置きたかったんですよ。お店建てた時もですね、薪ストーブの業者さんにも来ていただいて、もうほんとね、つける気満々だったんですけどいざ蓋を開けてみたらですね、全く予算が足りなくてもうね、あの一番初めに、削られてしまいました。まあそれからですね、もうずっとステッチしたいなとは思ってたんですけど、なかなかですね、そのタイミングがなくてですね、まあ去年から続くコロナのこともあって、なかなかちょっと難しい状況だったんですけれども、逆にですね、もうこのタイミングでやらないともうできないなと思ってですね、今年ついに、薪ストーブを、設置しようと思っています。先日ですね、そのずっと、まあ、待っていただいてた業者さんにもまた来ていただいてですね、場所も見ていただいて、まあやろうということで、今またですね、やっと動き出しました。まあね、もともとそのやりたい雰囲気があったんですよ。じゃん、これアメリカのメーカーになるんですけれども、バーモントキャスティングっていうメーカーの、薪ストーブのカタログになります。で、僕がね、つけたいのはこの中にあるこのアンコールっていう薪ストーブなんですよね。見えますかね、めっちゃかっこいいでしょ。で、もうね、ほんとね、こんな雰囲気にしたいんですよね。あそこにまあレンガを積んでですね、もうまさにこのカタログのこの雰囲気にしたいと思ってます。もうカントリーウエスタンのね、雰囲気がね、すごく出せると思います。まあ正直ね、高知県そんなに寒くないんで、薪ストーブがいるのかって言ったら、まあちょっと微妙なところなんですけど、まあね、もうこれはね、あの男のロマンですねもうあのどうしてもつけたいなっていう、もうこの思いだけです。で、この薪ストーブを置く、炉台、まあストーブ台ですよね。それを、まあ、当初ですね、まあ、業者さんに頼もうかとも思ったんですけれども、まあ、せっかくなんで、もういい思い出にもなりますし、もう自分で作ろうということで、今日はですね、この炉台を、作っていきたいと思います。まあ、うまくできるかちょっと分かんないですけど、まあ、やってみましょう。はい、で、一応スペース的には、こんな感じですね。まあ1メーター50、まあ1メーター50もないな、1メーター30、20角ぐらいのスペースになります。ストーブ自体はね、そのウォーミングシェリフ、まあなんかこう台みたいなのを広げた状態で約1メートルぐらいになるみたいなんで、まあそれが収まるぐらいの、炉台を作ろうと思ってます。こんな感じでね、まあレンガも構えてるんで、ちょっとね、頑張ってやっていきたいと思います。まあ、これがですね、僕が測った薪ストーブのまあ実寸大というか、まあ、これぐらいのサイズになるだろうなっていう、まあ、型紙というか、型ですね、まあ、こんな感じで置くことになると思います。で、まあ、これがですね、まあ、不燃ボードケイカル板っていうやつなんですけれども、これをですね、まあ、壁とレンガの間に貼ってですね、まあ、さらに、防火性を高めたいと思います。で、まあ、このケイカル板と壁の間を2センチぐらい開けてですね、空気層も作ります。これはまあ壁のですね、炭化、壁がですね、低温でこうずっとこう熱されると炭みたいになって、まあ、火災の原因になるらしいんですよね。まあ、それを防ぐために、まあ、壁からですね、このケイカル板の間2センチぐらいの空気層を作って、まあ、それを防ごうと思ってます。ちょっとこれネックレスうるさいんでのけときますね。これまずはまあこのケイカル板をですね、固定していきたいと思います。まあこれレザークラフト全然関係ないんで、もう興味のない人には全く面白くないと思うんですけど、よかったらまあ暇つぶしに見てやってください。
まあ、レザークラフトで培った技術も、まあ、存分に活かしたいなと思ってますので、まあ、ぜひ楽しみに見てください。まあ、すんなりはできないでしょうけどねまあ素人ですから、まあ、その辺はねちょっとご愛嬌で。あと先にですね、このレンガが結構ね水を吸うらしいんですよね。でモルタル塗ってそのまま仕上げるとこうモルタルの水分をレンガが吸ってパサパサになるらしいんで、レンガをですねあらかじめこう水につけておいた方がいいらしいです。まあ、これでねちょっとこう水分を吸ってモルタルのこう水分を吸い上げるのを抑えるみたいですね。まあ、ですからこうちょっとある程度レンガを沈めとこうと思います。あんまり入れすぎてこれこうケース割れたらね大変なことになるんで、まあ、10枚ぐらい入れとこうかな。すごいシュシュいってますねこれ。うん、まあ、順番にこれで、水分吸わしておこうと思います。はい、でまずは露壁からやっていきたいんで、露壁にこの壁と、不燃ボードですよね、ケーカル板との間に、空気層を作るためにこういった当て木をしたいと思います。こっちはですね、まあ、この柱に、合わせて厚みが取れるんで、この厚みが取れない部分にだけ当て木をして、うん、これで不燃ボード貼っていきたいと思います。ビスは木ビスでいいんですかね。まあ、やってみようか。まあ、これでちょっと一旦止めてみます。決まりますね。うん、これでちょっと固定をしていきます。はい、で壁ができたんで、今度ですねこの床のこの部分ですよね、ちょっとこう足りない部分があるんで、これをですね、この、余ってるやつ切って、継ぎ足したいと思います。はい、じゃん、これね型紙です。これ使ってねトレースして、切りたいと思います。まあ、これ、ね、レザークラフトの技術がね生きてますよねこんな感じで取れるかなというところなんですけど、あっちちょっと足りないんで、あそこもちょっと継ぎ足す必要がありそうですね。ちょっと難しいですね皮の方が簡単ですねこれ。よし、うん、できました。はい、 OK。 この露壁もね本当はちょっとこうこの辺まで延長したいんで、足りなくてねまた追加で買ったんですよねこれ。これをちょっと継ぎ足そうと思います。よし、じゃあこれを、ちょっとここほこるんでね、外でね切りたいと思います。これかけ忘れてたんですけど、汗がもう滴ってやばいっすよこれ。切れました。うん、まあどうですかね、まあこんなもんじゃないですかねまあまあいい感じにできたと思います。この上にねレンガ敷くんで、ある程度ね整ってれば、あとはレンガ敷くときにねライン取っていくんで、いい感じだと思います。そしたらもうこのままですね、このケーカル板も固定していくんで、目印の、このテープですね。テープも、銀ペンで引き直してですね、もう剥いでおこうと思います。
またね、マスキングしながら作業すると思うんで、ジグを押さえるクリップ。こうね、レザークラフトの道具が活躍します。これね、バッファローの革なんですけどね、めちゃくちゃごついんですよね。置くところにね、困ってます。よし。じゃあね、ここも固定していきたいと思います。そしたら床も、もうビスでね固定したいと思います。よし、これで、無事ね固定できました。いやー暑い。よし、じゃあ次はね、いよいよレンガをね積んでいきたいと思います。暑い。よし、じゃあとりあえず、コンクリを作りたいと思うんですけど、これどれぐらい作ったらいいんかな。たら確実にその分は終わらす必要があるんで、どうしよう。とりあえず5キロ使ってみましょうか。よし、ちょっとずつね、ちょっとずつやってみましょう。よいしょ。まあこの半分ぐらい、まず上ちょっとずつね水入れて混ぜたいと思います、ね、一気に作って、ね、あれになったら大変です、ね、ちょっとこんなもんで、あ、多かったかな。わからん。あ、でも、うん、コンクリの匂いや。コンクリの匂いがする。これはまだまだ全然、うん、まだ全然だな、これ。あら、入れすぎた？あ、今度ちょっとこれ水入れすぎたかな。びちゃびちゃになったような気がするな、これは。うん、柔らかい。失敗したな。ちょっと足しながら混ぜながら、うん、柔らかい。あ、まあ10キロ作れ、これ。これ10キロ作っても大丈夫そうっすね、これね。この量だと、あ、うん、いい感じになりそう。なんかイメージに近い。この粘り、僕の中ではなかなか、うん、いい感じの硬さじゃないかなっていう気がしますね。もう、うん、ちょっと柔らかいかな。ほんと、ちょ、気持ち入れて、気持ち入れて、あとこの接着増強剤っていうのもちょっと入れてみたいと思います。20キロに対して1本、めちゃくちゃ入れるんですね。そもそもなくてもいいもんなんで、まあ、3分の1ぐらい入れてみます。よいしょ。これでね、まあよくくっついてくれたらですけど、薪ストーブの後ろに、まあレンガがこう重なるような形になるんで、やっぱちょっとしっかりねくっついておいてもらいたいんですよね。できればね、こう地震が来てもあわよくば倒れずにいてほしいんで、できるだけね強度を持って立てておきたいところですよね。まあ、鉄骨とかがね入れれないんで、そこまでねすごく強くは立てれないとは思うんですけど、どうですかね。うん、
と柔らかい、ちょっと柔らかいかな。 YouTube とかね見てねすごい勉強したんですけどね、自分なりにもうちょっと、結局10キロほぼ使っちゃった感じですね。あ、いいかも。僕の中ではねかなりイメージに近い感じでできたと思います。いいかな。よし、じゃあこれでちょっとねレンガ、あ、これだ。よし、じゃあこれでねレンガちょっと積んでみたいと思います。大体の目安で並べると、まあ、こんな感じになるんで、これでねレンガを敷いていきたいと思います。下と、側面この、ケーカル板には、ボンドでね接着して、レンガとレンガを、モルタルでねくっつけていこうと思います。もうねブク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 空気が出てたんでね、やっぱり随分隙間があるんでしょうね。もう積む分出してその分補充して水吸わしておきますね。これ端から行った方が分かりやすいですもんね、どう考えたって。よし、じゃあこれに、あ、なるほどね、こういう感じ。まあ本当モルタルみたいですねこれもね。チタメント、どれぐらい塗ったらいいのかな。まあまあね、皮の感覚でいくと結構薄塗りになりがちなんですけど、まあくっつける相手側はこう石膏ボードというかこのねケイカル板なんで、まあ紙みたいなもんですから、まあよくくっつくと思うんですよね。でもそんなに塗る必要はない気がするんですけど、角はとりあえずこんなもんでいっときましょうか。まあそんなにねモルタルでも固定するんでそんなにいらないと思うんですけどね。ついてんのかな、つかないっすねボンドが。かなり多めに塗らないと、まあイメージとしてはこう真ん中に多めに塗ってこうぬるっとこうはみ出てくるようなイメージにした方がなんか良さそうっすねこれね。これだったらね、くっついてますね。手応えがかなり、あります。はい。こんな感じで下と側面はボンドでくっつけたいと思います。下とコースはね、で、まあこういこうか。ああ、これでも結構ボンドいるな。多分これ一缶じゃ全然足りそうにないですねこれ。まあ、最悪モルタルでやってもいいんですよねこれってね。こうつくんでこっち側にモルタルを乗せてくっつけたいと思います。どうなんだこれむずいな。よし、これでだろう、なんか柔らかい気もするんですけどね、どうなんだろう。目地をまあ1センチぐらいで作りたいなと思ってたんで、まあこんなもんですかね。まあいいのかな。まあ余分についたねコンクリをちょっと拭き取りながら、初めはねこのちょっとしたことがね多分気になるんですけどね、だんだんこう雑になってくるんでしょうけどね。まあいいんじゃないでしょうかね。まあこんな感じでねちょっとやっていきたいと思います。まあやっていくうちにねだんだんうまくなってくると信じてやりましょう。
なんとかね1段目ができました。どうでしょうねこれあの後半はね結構慣れてきたんでね、まあまあいい感じにねいけてると思うんですけど、まあここからね2段目また積んでいきたいと思います。2段目はこの半分のブロックもね使うんですよね。こっちもこんな感じで、半角ブロックを使うことになります。よし、2段目からはこの上段のこの隙間もですねモルタル挟むことになるんでちょっと難しくなりますね。まあ頑張ってやってみます。よし、これ難しいな。よし、やるか。下にモルタルを乗せて均等の厚さにするとこれ結構難しいっすよね。職人さんってすごいっすよね。もうパッとやるんでね、これ。よいしょ。まあ、この辺まで軽く。しめといて。これで。よし、押せたいと思います。どうだ。だいたい1センチぐらいでいけてますね。見にくいね。これで、だいたいね、こう1センチ幅で続けてね、横も、乗せていきたいと思います。こんな感じである程度ならしといて、ここからはもうこボンドはこのケイカル板に当たる面側面だけになっていきます。床の分はもう足りないっすね。もう一つ構えとかないとこれ多分足りなくなります。まあ横は同じく行って、この分量もなかなか難しいですね。慣れるまでが。で、おっと。よいしょ。この余分な分ももう落とせばいいですね。もうザクッとこう落として。ちょっと目を詰める。結構ね中がね多分詰まってないんでね、こうちょっとこう詰めれるように押し込んでいく感じでしょうかね。幅が取れてるんでしょうかね、これ。よし、だいたいねいい感じにできてます、ちょっとこっちがだいたいね、これで平行が取れたと思います。むずいな、地味な作業になりますね。これをまあ繰り返して仕上げていく感じですね。はい、ということでこんな感じで3段目までできました。あー、疲れた。はい、ということで2日目終了してですね、6段目まで、上げることができました。こんな感じですね。まあ素人仕事にしてはいい感じなんじゃないでしょうかね。まあでも難しいですね、ほんとね。こう左官の職人さんとかほんとすごいなと思います。
まあ、途中でですねちょっとモルタル足りなくなって中途半端で終わってるんですけど、3日目今日からですね、一番上ロヘキはですね終わらしたいと思います。よし頑張るぞ。はい、ということで8段目まで来たんですけど、これでちょっと見てもらえたらあれなんですけど、ほんとね少しだけ足りなかったんですよね。ほんと1センチ、まあ15ミリ程度ですかね。これもほんとは8段でね終われせそうだったんですけど、不燃ボードのサイズに合わせてもだいたい合うだろうっていうノリでやったんで、まあそうですね、一番初めの段をもう少し上げればよかったのかもしれませんけど、残念、もう一段上げる必要がありますね。まあ、ケイカル版をですね少し細く切って足してですね、その上にもう一段、もう最後これ9段目でね完全に終わりそうなんで9段目配置して、ロヘキをですね終わらせたいと思います。まあちゃんと測ってやっとけよっていう話なんですけどね、もうまあこの辺がね僕らしいというかあたたたた、まあね1段上がったらねまたかっこよくなると思うんで、よしじゃあこれで9段目、最後積んでいきます。よし頑張るぞ。もう1段目やってる頃から言うとね随分慣れてきたんで、もうねヘラに限らずですねもう手でだいたい整えてますからね。やっぱり一番このモルタルの硬さが結構やっぱ難しいですよね。どれぐらいの硬さでいくのかっていうのが、まあ、これ一番上なんでねそこまで合わす必要ないんですけど、一応レベル取りながら、大体でねいいと思います。よいしょ、ケイカル板と、まあ、コンクリを、ボンドで固定して、よいしょ、まあ、こんな感じで横ちょっとこうモルタル乗せといてコドッと置くようにします。レンガとねこの今度をしっかり固定しときたいんで、ちょっと擦りつけといて、メチゴテで整えていきます。詰まってないんでね、まあ、ちょっとこう僕は押し込みながら、整える感じなんですけど、どうやるのが正しいのかいまいちねよくわからないままやってるので、まあプロの方が見たらね本当にねこんなんじゃダメだよって思うかもしれませんけど、まあまあ素人仕事なんでぜひね許してください。とね整えながら押し込みながら仕上げていってます。よいしょ、よし、まあこんな感じですね。よし、じゃあ最後までやっていきます。よし。
はい、ということで、なんとかね、炉壁ができました。まあ、素人がね、やったにしては上出来なんじゃないですかね。あー、疲れた。まあ、乾いたところがね、ちょっと真っ白になってるんで、まあ、これはね、ちょっとなんとかしたいなと思ってます。次はですね、この炉壁を、仕上げたいと思います。まあ、ちょっとね、一気には難しいかもしれませんけど、まあ、なんとかね、頑張って仕上げたいと思います。はい、ということで、今回の動画は以上となります。それではまた、See you! あー、疲れた。